イザナギのみそぎによって生まれた神々、SVG で表示道またしとは、日本神は、危機において、イザナギの尊が身につけていた袴からなる、道に関する神。古事記表記が道またしで、日本初期では、海月神と表記している。古事記には、冠から生まれた、アグリクイシュー各能神というのもいる。もしかしたらそちらと同神の可能性もある。 巷は、道またの意味、道の分かれる場所、いわゆる辻や街中の道、物事の境目、分かれ目などを指す。また、古代伝承にある民間信仰の神、八幡姫女神、八幡姫古神の両神は、道また神として、古事記に登場していると言われている。古事記と、日本書紀の相違で、古事記では、イザナミノ村は、火の神を生みやけど追いなくなるが、 日本書紀では別の筋書きになっており、イザナミノソンは死ぬことなく生きていく。このため、イザナギノソンが死後のイザナミノソンに会いに、公宣国を訪問する神話は、日本書紀においては、本文からそれ、一書についての記述となる。公宣国から逃げ延びたイザナギノソンは、いやーに醜い、穢れた国を訪ねてしまった。私は絵をしよう。と言い、 軸紫の日向の立花の古門の淡木原という、ところにおもきみそぎ払いを行う。そこで、投げ捨てた三つからなす神の名は、ついたて船戸神、次に投げ捨てた帯からなる神の名は、道の長入士神、次に投げ捨てたお袋からなる神の名は、治療士神、次に投げ捨てた三毛師からなる神の名は、わまみ漁費のうかく脳神、次に投げ捨てたおふんどしからなる神の名は、 道又神、次に投げ捨てたおかんむりからなる神の名は、アグリクイシュー格納神、次に投げ捨てた左手の手まといからなる神の名は、奥そ神次に、奥つなげさひこか次に、奥つかいべんら神、次に投げ捨てた右手の手まといからなる神の名は、変そ神次に、変つなげさひこか次に、変つがいべんら神である。一書原文イザナギのソニ、イタリセンズヒラサカ。こ 千人諸院万弱、再その反今京イザナミノソン、愛、法事律、水立て絶妻の受け。ジイザナミノソン運、愛なりのリく君ことジョコの者、我遠い札何時ところ治む国民、非、進む戦闘。イザナギノソンの方の曰く。愛なり我妹ことジョコの者、我即答さん、非、進む千五百頭。元曰く、事故のなすき即投げその杖。 全意気が神なり。また投げその体、全意長道岩神。また投げその衣、全意半神。また投げそのふんどし、全意解決神。また投げその理全意同時が神。国主大系、第五巻、日本気略イザナギノ村は、千図平坂に至った。その反路をすなわち千人引きの万弱をもって塞ぎ、イザナミノ村と相向き立ち、ついに絶妻の誓いを渡す。 時に、イザナミノンは言う、意しき、我が福君、ジョコの言わば、我は、汝が治める国民、非に千人くびり殺そう。イザナギノンは報え言う、意しき、我が妻、ジョコの言わば、我はすなわち非に千五百人参毛。よりて曰わく、これよりなすぎそ。すなわちその杖を投げる、これを木神という。またその帯を投げる、これを、長道和神という。 またその衣を投げる、これを半紙という。またその袴を投げる、これを開け月紙という。またその利を投げる、これを道式紙という。それぞれのものと対応の神明は以下を参照。神道では何所にもそれぞれの神々がいると考える。ため、土木、建築や造改築にあたって、神々に報告を行い、工事中の過後、無事完成を祈願する、や上等 もしくは完成後に建物が末長く平安堅固であるようにと除災や繁栄を祈る春光祭など一時的な祭祀を取り行う習わしがある。自沈祭の場合、祭場は着工前現場に臨時に設ける。四隅に祭竹と呼ぶ葉きの青竹を設置し、正常な場所を示す締め縄を張り巡らせ、紙水を飾る。中に神の寄り台となるひもろぎ。 神の食事である新鮮、新種を備え、新食を招き乗りと相乗を行い祭祀を始める。室外に、寒座を設ける以前の敷地。神水を飾っている。ひもろぎや新鮮、汚れを払う大野さなどを並べ祭祀を行う。画像では、自鎮祭に用いる祭衣作語が手前に用意されている。祭壇の一例。ひもろぎ、新種、新鮮、玉串。 カトリ神宮のお田うえ祭、埼玉、カトリ神宮千葉県、カトリ市。ありがとうございます。